彼の名前はジェームズ・ボンド。ジェームズ・ボンドというキャラクターは全部で6人の俳優が演じましたが、大まかな設定は似ています。彼の正体はイギリスの海軍、公式階級は中佐。しかし真実の職務は秘密情報部 MI6 の工作員です。007は彼のコードネーム、00セクションに所属する7番の番号を振られたエージェントという意味で、この00というのは任務中に人を殺してもイギリス政府から保護してもらえるライセンスを指し、別の言葉で殺人免許とも呼びます。このような設定を体現しているかのように、彼はものすごい数の人を殺します。007スペクターまでの24作の映画で1作あたり平均 25.3 人を殺しました。こんなに殺していいの？彼は名前をこのようにボンド、ジェームズ・ボンド、必ず2回言います。ネームズ・ボンド、ジェームズ・ボンド、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 ジェームズ・ボンド。この特別なスパイは実力も優れていて、基本的にできないことはありません。射撃の腕は当然、オリンピックにもすぐ出られるほどスキーが上手です。それにギャンブル、フェンシングやスカイダイビング、またスパイにふさわしく飛行機とボートの操縦までうまく、香水。自動車。She's a beauty. Phantom 337, isn't she? You are a clever, resourceful man, Mr. Bond. Well, thank you. Perhaps too clever. Twice our paths have crossed. Let's leave it at that. ゴルフまで。まだまだ終わりません。ロシア語、ギリシャ語、ドイツ語、スペイン語、デンマーク語などなど、あー大変。なおかつ、いかなる銃撃戦でも、車にぶら下がっても、爆弾が爆発しても、車が横転しても、バイクに乗って落下しても、銃に撃たれてこんなに高い崖から落ちても、死なずに戻ってきます。ここまで来るともはや不死身ですよね。それに加えてかっこよくて、味方の女性でも敵の女性でもみんな惚れ惚れさせるほどの色気で、イギリスのスパイという言葉にふさわしく、スーツがとってもよく似合う無敵男です。しかし彼もまた人間なので、それなりの問題はあります。最も慢性的な問題はまさに彼の女性遍歴でしょう。任務を遂行する中でも女性を見ると頭がおかしくなって、色仕掛けにはまってピンチに陥るという内容がほとんどのシリーズに出てくるほどです。また映画では詳しく指摘されていませんが、僕から見ると女性を殴ったり、無理やりスキンシップを強要するなど、どう考えてもひどいことをしています。こんくらいになると人格を疑いたくなりますね。まあ当時はこのようなイメージがマッチョな男性を代弁したんでしょうか。今なら想像もできない展開ですよね。彼と彼の所属している MI6 との関係はかなりいい方です。毎回活動禁止にされてもされても、その命令に応じず勝手に行動したりもしますが、結局は忠実に任務に取り組み、国に忠誠を尽くす姿を見せる彼は MI6 の中で最高の腕利きです。イギリス政府の全面的な支持を受け、世界を縦横無尽にかける華やかなスパイ、ジェームズ・ボンドでした。しかし時間が経って、このジェームズ・ボンドを嘲笑うかのように登場したスパイがいます。それはボーンシリーズのジェイソン・ボーンです。ジェームズ・ボンドとジェイソン・ボーン、妙に似てる名前ですね。しかも世界を舞台にする特殊要員でありスパイという設定まで同じです。このジェイソン・ボーンとは一体どういう人物なんでしょうか。
1970年9月13日、ミズーリ州で生まれた主人公ジェイソン・ボーンはアメリカ陸軍所属の大尉でデルタフォースで服務中のデイビッド・ウェッブというものでした。しかし CIA のトレッドストーンという暗殺要員を育成するプロジェクトを経て、最初の成功者で最高の要員ジェイソン・ボーンに生まれ変わります。つまり彼は CIA 所属のスパイでありプロの殺し屋なんです。しかし作戦を遂行していた時、負傷が原因で重度の記憶喪失に陥ってしまい、自分の名前さえ覚えられない男が自分の正体を探していくという過程がこのボーンシリーズの主なプロットなんですが、不思議なことに彼の正体に近づけば近づくほど、彼が属していた CIA をはじめとする外部勢力が彼を妨害し殺そうとします。彼と CIA の関係はいいとは言えませんね。記憶を失った状態でも本能的な動きだけで二人の警察官を一瞬にしてやっつけ、ヘイアクションホフ。彼を殺そうとした暗殺者を皆殺しにするほど抜群の実力を持っています。彼が現れるたびに CIA はいつも Jesus Christ That's Jason Bourne Jesus Christ That's Jason Bourne と恐怖を見せるほど。彼は武器の選択とその使用においても他の追随を許しません。一般的なスパイ映画では銃や最先端技術を用いて任務を遂行しますが、ジェイソン・ボーンは周りにありそうなものを使って相手を無力化させ殺します。例えばペン、雑誌、本、タオル、椅子の足まで、さまざまな地形地物を利用して相手を制圧していきます。もちろん一般的な武器も使うことができます。遠くの相手でも一発で終わらせ、こうやって落ちていく時にさえ相手を正確に狙えるくらいの実力を持っています。スパイといえば運転の技術も見てみないといけませんね。都内の真ん中で逆走したり、道路でもない道を走るのにも躊躇はありません。ドリフトくらいは年式の古い車でも朝飯前です。また彼は本当の意味のスパイらしく、頭脳プレイでも抜群の実力を見せます。接戦の際、わざとデモが行われている場所を選び、そこにいた人々を使って CIA 要員を全部騙したり、簡単に建物に侵入し音声認識装置のロックまで解除して自分の目的を遂行する姿から、スパイとしての頭の鋭さを伺うことができます。彼の外見は他のスパイとはちょっと違って、平凡な顔で平凡なファッション、いやダサいと言えるくらいなんですが、もし彼がジェームズ・ボンドのように背が高くてハンサムな顔、派手な服装をしていたとしたらどうだったでしょうか。どこにいてもすぐに目立ってすぐに殺されてしまったかもしれません。見えない敵を相手にして知らず知らずに任務を処理して幽霊のように消えなければならないスパイとしては最高の設定ではないかと思われますね。しかしスパイとしては最高の能力を持っていても、個人としての彼の性格と人生は暗闇そのものです。いつも悪夢を見て殺人の記憶で苦しみます。自分が少しでも身近に思った人たちは殺されてしまいます。なので彼は懐疑的で誰も信じることはできません。記憶を取り戻す前には自分が誰なのかわからなくて不安だったし、記憶を取り戻した後は過去にやってしまったことを後悔します。シリーズを通して彼の笑う姿はほとんど見かけません。笑うシーンがたくさんあったジェームズ・ボンドと比べると、この二人の人生は真逆のように感じられますね。ところでジェイソン・ボーンとジェームズ・ボンドが戦ったらどっちが勝つんでしょうか。この質問に対しマット・デイモンはこう言いました。I see Daniel looks pretty fit. I mean, you know, in the past I would have said Jason Bourne, but he's aging pretty beautifully. So I don't know. I might have to hedge my bets now.
007とは全く違う新しいスパイを見せてくれたボーンシリーズのジェイソン・ボーンでした。ここに組織から捨てられたもう一人のスパイがいます。安全装置もなしで岩壁を登る男。それじゃあ足りなかったのか、ビルまでよじ登っていくこの男。メガネをかけてもかっこよくて、横になってもハンサムで、帽子をかぶっても短い髪も全部かっこいい。彼の正体はミッションインポッシブルのイーサンです。彼は CIA 傘下の IMF という組織に所属している要員です。ここでの IMF は国際通貨基金ではなく、インポッシブルミッションフォースのことで、文字通り不可能なミッションを行う部署です。彼は長い時間ここで働きながら、ものすごい案件を処理しています。最高のセキュリティシステムを突破してデータを盗んだり、バチカンに侵入したりもします。作戦のためならブルジュハリファに登ったり、インポッシブルな任務を遂行しながら、大義のために自分の人生を犠牲にします。普通このような人々は少数の犠牲を当たり前のように考える血も涙もないキャラクターが多いんですが、それとは真逆で、Eさんは誰よりも人間的です。任務遂行中でも必要のない殺人を防ごうと頑張って、自分の弟子が危険にさらされると直接助けに行き、同僚を助けようとして作戦を台無しにしたりもします。それにより CIA からスパイ扱いされますが、彼は後悔しません。このような彼の性格が反映されたかのように、映画の中で彼が殺した人の数は他のスパイ映画よりも少ないです。007では1本あたり25人ほどなのに比べ、こちらは1作目から6作目まで1作あたり平均9人ぐらい。では彼の能力はどうでしょう。彼の身体能力は本当にすごいです。凄まじい勢いで走って走ってまた走ってジャンプしてジャンプしてよじ登って、すでに人間の範疇を超えましたね。ここに射撃術も入れましょう。1作目では一度も出なかった射撃シーンですが、2作目からは出てきます。投げた爆弾に当てるほど立派で、走るバイクの上でも、さらにバックミラーを見ながら後ろに向かって撃っても全部当たり、走る車に乗って半分横になっても飛んでくる飛行機も撃破させます。またこのようなやり方で撃ったりもします。さあ彼の運転はいかがでしょうか。まずはバイクから。彼はバイクのマスターです。こんなこともそれにこんなことまで。ボートの運転もできて、車は言うことなし。ヘリの運転までもできる彼ですが、そんな彼の格闘能力はどうでしょうか。一言で言うと、彼は最高です。普段のアクションをここで見せるのはつまらないくらいで、ベッドに縛られた状態でも武装要員3人を相手にするほどです。特に2作目で見せてくれた彼のアクションは予測もできないレベル。こんなこともしかもこういうのも。彼はキックのマスターなんでしょうか。あえてここまでする必要があるのかは疑問ですが、とにかくだからもっとすごいと感じます。こんな彼の相手にふさわしいのはジェットリー、もしくはドニーイエンぐらいでしょう。もちろんスパイらしくいろいろな言語も喋れます。ロシア語、ナチェスベナダスナイツ、イタリア語、中国語などなど。こんな彼の問題点といえば、他人のものを大切にしないことかな。4作目のミッションインポッシブルゴーストプロトコルで病院から脱出するシーンがありますが、この時さりげなく他の人のジャケットと靴と携帯を盗んでしまいます。
113. Confirmed. Alpha 113. また。これはちょっと問題ありかな。Eさんと組織の関係はどうでしょうか。6作の映画シリーズのほとんどで彼は組織の助けを借りられません。むしろ邪魔される時が多いんです。1作目では IMF を裏切ったスパイと疑われ、助けてもらえず IMF を避けて逃げ回り、3作目では妻が拉致されても組織の支援を受けることはできず、問題児としての烙印を押され監禁までされてしまいます。第4作目と5作目では任務の失敗によって組織そのものが消えてしまい、彼の存在を否定され、6作目では IMF の上位機関である CIA が大っぴらに彼を妨害します。このくらいになるともう限界だと叫んで、 CIA であれ IMF であれ全部ひっくり返して復讐をするという展開も考えられますが、イーサン・ハントは心までもスーパーヒーローで最後まで国と組織に忠誠を尽くします。本当にすごいですよね。20年以上活躍しているイーサン・ハントでした。ここまでジェームズ・ボンド、ジェイソン・ボーン、イーサン・ハントを比較してみました。皆さんにとって最高のスパイは誰ですか？コメントで教えてください。ミッション・インポッシブルのトム・クルーズのとんでもないスタントを扱ったミッション・インポッシブル・ビハインド映像もありますんで、ご興味のない方もぜひ見てください。それでは次の映像でお会いしましょう。